法温寺山は、福井県勝山市にある標高線3 5 7メートルの山。下越国境に位置する両白山地の火山で、白山国立公園及び、恐竜渓谷福井勝山ジオパーク、奥越高原県立自然公園内にある。法温寺山は、白山信仰の海祖、大町が、白山海山の際、宮間に、土俵の声を聞き、その山頂直下西に、 ごう教授を混流し、三名はこれに由来する。以来平泉寺白山神社からの越前、前上道として、主限の場所として重要な山であり、山頂は副杯として白山を崇拝した場所でもある。勝山市街地からは、なだらかな山陽を持つ、この山の全貌を望むことができる。白山火山帯に属し、京ヶ岳とは、 米続きであり100万年ほど前に噴出した第四期火山では、あるが岩石の生成時期は差がある。なだらかな山体は、黒色石英岩質と溶岩が風化した赤土で覆われている。西に広く長く溶岩流が流れ、吉野が原には、泥流原が形成されている。西面は、寒斜面で、東面は急斜面である。西北西山福では、 国の総合保養地域整備法の承認を得て、東急リゾートサービスにより、スキージャム勝山が開発され、1993年12月にスキー場を開業した。この下部の西山6には、狩りが、原スキー場がある。東山区を除く3域は、白山国立公園の特別地域の指定を受けている。ホンジリが山6を周回しており、道路沿いに、 多くの花や秋が植栽されている。第二次世界大戦後の食糧事情のため、山麓の溶岩大地吉野が原で開拓が行われていた。現在は東急ハーベストクラブのホテルに利用されている。山頂部にはブナ、水なら、岳干場林などがある。林間にはシャクナゲが群生している。特に沢ぐるみ林は福井県内で唯一のものである。 山頂直下の法温教授跡では、秋には林道などの花が見られる。林道法温寺戦争いには、樹齢500年以上の法温寺の根回りすぎがあり、1975年10月15日に、勝山市の天然記念物の指定を受けた。登山鉄器は5から11月。山頂からは、京川竹や白山などの山並みを望むことができる。積雪期には、 スキージャム勝山のリフトが利用できる。白山全城堂白山を解散した隊長により、832年に、越前、加賀、美濃の山方向からの東海道である全城堂が開かれた。福井県側からの越前全城堂は、起点である、越前馬場は、平泉寺白山神社で、法恩寺山などを経て、白山に至る東海道である。法恩寺山は、 修行像により重要な位置づけとされ、この北側のピークが、福杯として、白山を要杯所とされていた。越前前上道の詳細な経路は、起点、平泉寺白山神社の三の宮社、近県宮三島山から、地後と後、法恩教寺席法恩寺山、福杯、カ佐森平小原峠、川上御前社一之瀬六万山指尾から、上総陸屈後林坂から、 喜び松平別当坂。千人くつきが喉から正子坂。馬の縦上蛇塚黒ぼこいは八幡社と。室戸葵は高間が原割店。白山。法恩寺山から望む両白山地の山並み。左からから須岳と大長山。左よに、白山、別山。山の峰勝山市中心市街地の真東に位置し、両白山地の京ヶ岳から北西に派生する尾根城に、ある。 山頂の西南西3 8キロメートルには山東山がある。山頂の西5キロメートルにある浄土寺川ダム、く流川の以下の支流の河川の源流となる山で日本海へと流れる。保温寺山の上部西斜面にあるスキージャム勝山のゲレンデ西及び北西山陸には国道157号が通る。 西北西三福にあるスキー場のスキージャム勝山へアクセルするための法音寺山有料道路が西山6の国道157号から吉野ヶ原まで通る。法音寺山有料道路などを利用して法音寺山ヒルクライムが開催されている。勝山市村岡町くれ見と大野市六両市を結ぶ森林開発のための林道法音寺線が西三福を通る。 この林道は陶器閉鎖される。ありがとうございます。